はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。1月21日土曜日17時から池袋でメール党員様限定新年会、お申し込みは党員メールからよろしくお願いいたします。NHK がすごく嫌がる NHK 渋谷スクランブルでも2月12日日曜日午後開催で進めております。ご参加よろしくお願いいたします。1月10日おとといですか、NHK 事業計画発表、受信料見込み売上6240億円マイナス 6.9%、これ集金人制度やめて、無理やり契約を居座って取ってくるなんていうのが、なくなったから契約数は減ってるんでしょうね。あとコロナと、あと若い人がテレビ買わないっていうのもあります。280億円の赤字だ、助けて。赤字分はですね、貯金、積立金、7000億円ぐらいあったはず、を切り崩してですね、補填する方針だそうであります。ネットの話です。年金、平均年収1800万円を下げれば、赤字ですって言いたいだけ。赤字なら、ボーナスカットすればいいだろう。外国語講座を切れば、いらんことばっかりやってるからだろう。ドラマ全部と、娯楽全部やめたら、ドラマには大河も朝ドラも入りますかね。研究所も楽団も劇場も全部いらないのでは、そこでスクランブルですよと。まあスクランブルにしっとね、売り上げさらに半分以下になっちゃうから、崩壊すっからやんないと思いますけれども、赤字に同情する意見見当たらずと。受信料で贅沢し放題なんだから、まあ当然ですよね。贅沢と無駄を是正しないから赤字になるわけで、コラボや若草に流れてる公金を見直さずにですね、防衛強化のための増税、安直なバカでもできる、一番バカでもできる、ことに反発されるのに中にいてんなと思いました。2月のデモコースは街中ばかりじゃなくて NHK にもっと寄せますNHK の周辺、通るようなコースもあるそうなんで、まあ人はあんましないですけど、あの辺ね、嫌がってるって聞いたんで NHK に寄せます。私は根性がねじ曲がった人間なんで、いい人に見られたいとは思いませんので、よろしくご参加ください。赤羽募金が NHK の名を借りて、偽装して行っている NHK 歳末助け合い、コラボ四天王の一角で847万円分の化粧品を20人に配った噂のボンドの財布だったと判明。こちらですね、机と椅子買う女性として108万円、机と椅子は赤羽募金が買って持っていく、そんな感じなんですかね。ボンドに108万円渡すんじゃなくて、発見者はコラボハンター、コラボバスターのひまそらさんでした。ネットの話、 NHK もか、このクズどもが、うわーゾッとする。助け合い、かっこ意味深、何かないで助け合ってんだろう。 NHK と赤い羽共同募金は共闘体制を組んでいる。募金する前にいろいろ確かめないと。24時間テレビも怪しい。中央共同募金会の評議員の中には NHK 関係者がいますと。これは知りませんでした。ああ、いるんだ。全然驚かないけど、いるんだ。闇は闇に惹かれ合って、いつか必ず出会ったりするのかな。NHK も闇、赤羽募金も闇と。NHK の巨大な洗脳力は、まあ、金集めには役立ったでしょうね。NHK 歳末助け合いが、そんなことになってるなんて、特定の団体、ボンドとか若草とかコラボ、ばっかりに言ってるなんて知りませんでしょ。まあ、今後はそうはいかんけどね。赤い仲間のため、必死で金を集める、赤羽募金。あの手この手で金集め。こちらはバンドリというアニメとコラボをしてますね。いくら以上寄付してくれたら缶バッジあげるみたいな。こちらは僕ヒロとコラボしてますね。こっちは何百円で1枚クリアファイルケースが送ります。送り返します。なんていう。アニメとコラボしないでほしいんだよね。作品が汚れっから。血で赤いんでしょ、赤い羽って。血、血税とも言いますけれども、さらに羽募金、知的障害者施設に、
最上ふれあい学園っていうところなんですけど、靴を358万円分プレゼント、生徒数は80名、靴だけでまあ1人4万円以上だわな、80足だとするとな、フェラガモかなんか配ったんでしょうかね。ネットの話、無理やり使い切ってる感じ、また1000人に改ざんすると思う。掘れば掘るほど沼ってんな、おい。領収書があるとは思えんな。そもそも障害用の靴を購入するときは国保適用だったはず。子供の頃少ない小遣いの中から募金していました。悔しくて仕方がありません。こういう方多いんじゃないでしょうか。私もあの募金した記憶はありますよ。まあ私の頃はまあ10円か20円だったんですけどね。50円になり100円になりってだんだん増えてって今は500円って言われるらしいですね。この学園の内部写真なんですけど、まあ知的障害者施設、皆さんね、あのクロックスとかサンダルとか1000円ぐらいのシューズ入ってますね。それは赤羽募金の使い道で目立つのが配布人数の割の2高額商品、20人に800万円とか、80人に350万とか、配布する人数の割に高えなおいっていう、目立つ。今回のシューズもその一環ですけど、ボンド経由で20人に配った、847万円分の化粧品、後に1000人に改ざんしましたけど、さらにですね、東京都一人親家庭福祉協議会を経由して一人親世帯1000人に3080万円分の化粧品を配った事業っていうのも記録されておりました。化粧品3080万円、どんだけ膨大な数なの。なんであの1000人に配ったってぴったりなの。1人40万円分にはかなわないですけど、まあ、これもあの1人化粧品3万円分ですよ。さらにですね、50人の高齢者施設、要介護のね高齢者施設に化粧品など2331万円をドーンと寄付なんていう事業も載っておりました。この総額がやたら高い配布人数の割には、さらにこちら1人当たり40万円分、推測なんですけども、これスキーム化してんじゃないか。赤羽募金と化粧品、赤羽募金とシューズ、シューズの小売店や化粧品小売店と赤羽がグルなんですよ。で、20人に配るために1本1000円の化粧水を20本買って2万円と。で、あの847万円、2万円分の化粧品を購入し、847万円の領収書を書いてもらう。店に847万円払ったことにしてもらう。でですね、差額が発生しますよね。845万円残るわけだ。それはですね、赤羽募金の仲の悪いやつと、店で分け合ってうまーって。店にはですね、売上847万円分があのついちゃうんで税金が増えますけど、増える以上に、増えた税金以上に山分けしてもらえばうまーなわけじゃないですか。領収書の相場は額面の1割ですね。100万円の領収書を書いてもらうのに10万円支払うと、もらえるって言うんですね。丸さの女にも出てまいりました。最上学園の場合は80人に配るため1000円の靴80足買って8万円、差額は350万円。これをですね、靴を売る小売店、メーカーとは言わないよ、小売店と赤羽の中の人で山分け、うまーっ。これぞですね、募金を私物化する、中抜きするスキームじゃないか。私の推測ですけれどもね。経由する団体は何でもいいと。領収書いらなかったり、一人親世帯という漠然とした条件ならばね、うちはもらってないって言われてもですね、そりゃ全部には行き渡んないっすよって、1000人に確かに配りました。受領書とか書いてもらってるわけじゃないから、それで済む。言い訳できるんでね。化粧品だって20人に配ったの、やっぱ1000人でした。言っておりました。適当なんですよ、数も。配った言って、配ってない。だから、ひょっとしたら、2万円分の化粧品も買ってないで、
ただ領収書のやり取りしてるだけかもしれない、配布の事実がなくても OK、 領収書さえあれば、まあね、あの学園の80人になんていう場合はもう対象がカチッとしてますから配んないわけいかないでしょうけれどもね、コラボの場合はその領収書もなくて監査でダメ出し食らったんですけどね、化粧品847万円分20人に配って、1人40万円かよって批判を浴びたのを気にしてですね、後で1000人ってシャラって改ざんした東京赤羽募金が言い訳を発表しておりました。記載した20人は配布人数ではなく団体の職員数でした。てへつ、ということはあのボンドの、職員が20人いるってことは間違ったってあの言ってんですけど、毎年の授業の経過です。化粧品配布100人に298万円分、50人に15万円分、50人に27万円分、衣類を10人に126万円、12万円も12万円の衣類って何ですか？なんかグッチの T シャツとか送っちゃったのかな。化粧品20人に842万円、ここが問題になってるところですけどね、毎年人数が変動しておりまして、これはダウトですね。団体の職員数だったらこんなに変動するわけねえもんね。200人から20人は減りすぎだし、それに配布する団体の能力もありますよ。今まで最大でもですね、100人までしか配った実績がない団体がですね、突如能力が10倍になってですね、1000人に配れたと、配れるようになったってことにした。そうは問屋がおろさない。やっぱあのおかしになるとは思わずに適当に気軽に改ざんしちゃったと見る方が妥当じゃないですかね。20人で怒られた。1000人ぐらいにしとくか。8000ぐらいだったら、あ、怒らんねえべ。衣類12万円1人当たりっていうのもたまげっちゃいますね、これ。まあ、あの、やり取りして、あれか、もっと安い衣類買って、差額をポッポないない分け合ったんでしょうか。2021年、衆院選に千葉12区から出馬し落選した、共産党千葉県委員会所属の大西渉42歳、盗撮で逮捕。こんな顔してるぞ、ね。なんかあの、ぷっくりしたほっぺとしますけど、西千葉駅のトイレで、JK が使用中の個室の上から動画を撮影した、上から手当たる、間違いない、容疑を認める、ネットなんです、貧困調査ではこれはキモい、キモすぎてキモい、共産主義は監視社会になるという実例共産主義革命には必要なこと、権力の監視です。なんで女子高生が権力なんだって話、上からって荒ぶりすぎだろ、上から撮っても何も見えんだろ、こんなのが連帯してるのは、誰もが自分らしく生きられる世界、つって何でもやっていいっていう、盗撮するのは自分らしいことだって思ってるかもしれないけど、やっちゃダメなことはあるよね。確実に余罪たっぷり、フェミは怒れよ、サドルぶっかけといい、赤はレベルが高いっすね、間違いないっていうのが長井秀和であの脳内再生してしまいまして、爆笑してしまいました。何偉そうにしてんだかね。シーカズの弁明が聞きたいところなんですけど、まあ貧困調査でしたとか、権力は監視しなければ、言わないか、そんなのは。共産党の過去の態度だとですね、犯罪者は当院ではない一部の落ちこぼれで逃走とするでしょうね。正々とあの選挙違反やっときながらこう言ったりするんだよね。過去の殺人とかの共産党による犯罪もみんなこれで通してきましたから。あるいは完全無視決めるかな。こんなのが連帯ってあのコラボの悪口はここまでだ。ニート無能の著書を絶賛した過去ツイートが発掘され、連帯保証人認定。心を打たれるとか言っちゃって、自分を褒めてくれる人は女性の敵でも叩かないのかな、コラボはな。まあフェミってあれなんだって、一人一党って言われてるらしいですよ。みんなどいつもこいつも言うことが食い違って喧嘩ばかしてから一人一党フェミ。ゆうべからですね、あのニート無能が共産党小池晃にも噛みついているんだけど、これあの共産党を道連れにしないためのダメージコントロールかな。爆破すんならコラボだけでみたいな、共産党に類が及ばないようにするダメージコントロールで仲の悪さをアピールしてんのかなって、勘ぐっておりますけれども、私は、日英準同盟締結、今あの岸田さん
イギリス行ってるみたいであります。イギリス軍が日本国内で活動することが可能になりました。2015年後のですね、いずれ日米英三国同盟が復活する、復活じゃねえや実現するって推測してましたが、まあ一歩前進したな。米国で売ってる地図はこんな感じであります。石油増産、アメリカ国内で2015年に石油増産開始していいよって法律変わりました。輸出もいいよって法律変わりました。でどん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 掘って、今世界一の産油国はアメリカです。実は中東に興味がなくなるよね。そうするとね、自分のところで石油出るんだから中東に興味なくなるよね。そうするとですね、右手に日本、左手にイギリスっていう美女二人に挟まれてですね、太平洋と大西洋を守れればいいかっていう思考になるんじゃないかと、2015年ぐらいにその石油増産していいよって法律変わった時に私予想してたんですけど、軍事費も減らせるし、いっか引きこもって日本とイギリスの間を自由に行き来できればいいかって考えるのが自然だよな、この地図を見るとということで、2015年ぐらいから私はこれを言い出していたんですけれども、まあ一歩前進かな。中国ロシアは勝手にてるバー経済力で弱らしてやるって言ったところでしょうかね。現にロシアにも中国にも経済制裁してるしね。トランプ大統領始めた中国製品 25% 関税っていうのを解かれてないですしね。イギリスで売ってる地図はイギリスが中心だし、まあまあこうやって同じものでも見方変えると、あれだよな、ちょっとしたアイディアも浮かぶよなという感じであります。まだまだ掘れる赤羽募金、ここが実は総掛かりとか共産党の本財布っていうか急所っていうか本丸っていうかなのかな。コラボはもう2月末までの書類どうせ提出できねえから息の根止まってますから、次は若草プロジェクトであるとかボンドであるとか、パップスでしたっけ、そこら辺に狙い定めて、あとは大スポンサー、こいつらの大スポンサーの赤羽募金に狙い定めて、大体学校でね金集められて強制でね募金させられて腹立ちますよね皆さんね。腹立ちません？私はあんまり額を募金したことないですけど、腹立ちますよ。よそ様の子供が今でもそんな目あってっかと思うと腹立ちますよ。赤羽募金も朝日新聞同様ですね、私が生きてるうちに、亡くなればいいな、亡くなるようにしようなんてことを考えております。デトックスジャパン。